こんにちは、平岩優奈です。今日はこの人に来てもらいました。じゃらーん。どうも、孝太郎です。今日はどこに来てますか？原宿です。イエーイ。ボロ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 ピー。今日は原宿で食べ歩きします。何個かやることを決めた。決めたの？1個目、はい、なんか食べる。食べ歩きって言ってるからね。2個目、はい、ブリを取る。 OK。 3個目、はい、特にない。2個じゃねえかよ。まあ適当に楽しくやっていきましょう、うん、はい。 Let's go! Go! 通り過ぎている人多いね。多すぎ。インスタ通りで動画撮るにも撮れない。やばいね。何食べたい？ケバブ。ケバブだったら渋谷に。だからいいの。ここにもあるでしょ。どこにあるの？え？ちょっとそっち行ったところ。じゃあ行こう。ケバブ食べます。はい。これ何？抹茶。これケバブ買いました。食べていい？あ、飲んでいい？いいよ。いただきます。いただいていきましょう。バナナの抹茶ジュース。あ、ね、食していきます。混みすぎてます。ね、めっちゃ混んでるね。うん、だから切ります。早いな。何する？次何食べに行く？食べる前に、うん、ブリ取ろう。ん？ブリ。ブリ取る。うん。オッケー。お絵かきしていきます。マスクになんかついてます。ブリを取り終わったのでチキンを食べます。チキン、うん、買ってきます。はい。出らっしゃい。おいしい？食べたい。食べたい。そのなんかもちもちしたいです。どう？うまでしょ。甘でしょ。友達が作った。謝ってくれ。うまっ。食べる。これどう？はい。食うの？どう？うまっ。あやまい。すいませんでした。やめろ、盗撮。盗撮？この距離で。リフトが落ちるから動画が美味しかったです。はい。飲み物欲しいからなんかどっか行こう。私も欲しい。オッケー。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。じゃらーん。じゃらーん。買いました。飲み物が欲しかった。美味しい。美味しい。いっぱい食べた。中華街の時よりは食べてないか。そうだね。でもお腹がいっぱいなのでそろそろ帰りたいと思います。早っ。でもちゃんとプリも取ったし、うん、いいよね。いいかどうか自由だけどね。まああと人も多いから帰る。あとはちょっと車で回していきたいと思います。 OK。 はい。私は免許持ってないので子たちの運転です。どうだった？いやマジ人多かったね。多かったね。全然さカメラ回せなかったね。ねー。
かけられなかったよね。うん、まだまだですね。まだまだだね。もうね、お腹いっぱいすぎてやばい。まだ残ってこれ美味しい。美味しいね。うん、中華街の時さ、うん、めっちゃ食べたじゃん。うん、全然食べれなかった今日ね。うん、中華街の時は本当は1万円企画をやろうとしたんだよね。そうだけど、あ、これ無理だってなって食べ歩きに変更した。さすがに2人で1万円はね無理。無理だね。やろう今度1万円企画。うん、2人で3人。あ、3人ね。3人ならいけそう。え、でもさ、うん、私がさめっちゃなんかさ食モード入ったらさ、うん、無限じゃない。無限だよね。前3人でご飯行った時、たくみくんと、あの時さ焼肉行ってさ、お肉食べた後にビビンバ食べてさ、その後に冷麺食べたよね。食べてた。美味しかったです。お腹が空いたら焼きおにぎり食べたいの。焼きおにぎり、うん、今はいい。おばあちゃんが焼きおにぎり作ってくれてたの。すごい美味しかった。おー、あるんだよ。で全然撮り1本動画撮れるじゃん。 GoPro 撮りに行ってきた個人チャンネル。そう、誰が見んだよ。でも登録してくれた人いるでしょ。300何人くらい。俺まだ動画投稿してないのに。頑張れ。2ヶ月に1回くらいの投稿になりそうだ。いいんじゃない、動かせるなら。チャンネルを。そうそうそう。じゃあさ、俺の個人チャンネルのさ URL は概要欄貼っといてよ。わかった。くらいが動いてチャンネル登録してくれたら僕の個人チャンネルは始まります。お、いや、投稿頻度はもう超低い。でも動かすんでしょ。やってみるわ。じゃあ、お、じゃあ、あと700人と言わず、そうだね、たくさんの皆様チャンネル登録してください。こちらの、こちらじゃねえ、どっちかって言ったら、こちらのチャンネル登録してください。待ってんのは俺ね宣伝だよ。あー、めっちゃありがたいねそういうことでした。今日は運転と原宿にの閉まらねえな原宿に運転でなんだっけ連れて行ってくれてと、あとは食べ歩きを一緒にしてくれてありがとう。ありがとう。またどこに行ってほしいかありましたらコメントをお願いします。お願いします。この動画が良かったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。お願いしますお願いします。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 おー。